はい、こんばんは。こんばんは。パチオーデンです。まあ、5月になりました。はい、ね、パチオーデンがね、4月から日曜日のね、深夜になって、うん、もう皆さんからも本当に見やすくなった。うん、早くなってよかった。うん、このお手紙、メール、LINE いっぱいいただいております。LINE が来るんですか？直接的に来るんですか？誰宛てに LINE が来る来るんですよ。こう福田健二宛てに LINE が来てるわ。やっぱりあの見る層っていうのが若干変わってると思うんですよ。なるほど。だけど最近あの若い子からとかに声かけられるケースが多い、うんうん、今まではね、壁に何でやこじゃないけんって言ったのがね、あ、それはそうと。皆さんね、みゆちゃん、はい、見てください。あれから1ヶ月全然変わっておりません大丈夫なのか、うん、大丈夫か。大丈夫です。女の子が急に変わるから。そうだね、うん、何百グラムかは痩せてますから。そこで今週のパッチオーデン考えました、うんうん、ゴールデンウィークにふさわしい企画。俺じゃねえよ。ドラゴンミッションって知ってる？はい、はい、知ってます。ありますね、うんうんうん、あれがあの非常にいい企画だということで、うん、そのミッションのきつさ、うん、あるいはミッションの大変さって、うん、我々ね、このまあまあ凡人とこの武士では分かんない、大名では分かんないでこれはリュウちゃんの苦労を自ら体験するべく、うん、はい、大変なんだよ。今週はミッションでいきます。パチオンミッション言うよ、今から言うよ、うん、はい、言うよ、聞いとけ、はいはい、おはよう、フェルプス君。今週の君たちの指令だが、入銀の台、うん、2万ポイント与えるので、はい、全部入銀の台を当たりを取ってちょうだい。あ、指令、入銀の台を打てばいいってことですか？そうです。今ね、入ってるのが009、はい、大奥、うん、刑事。我々このチームが3機種当たりを取ればいいんだよ。おー、ただし人弁に日に1ね、うん、ただし、うん、ただしカメラに収まらない当たりは当たりとみなしません。あ、それ難しいな。そうだから当たりそうだなと思ったらすぐに呼びに行く。これ誰がどこ行くとか決めないの？決めない。いや、もう009行くでしょ。俺009絶対行くよね。絶対行く、絶対行くんですよ。じゃあ009行って、うん、刑事だろ。刑事。いやいやって何009で009で新人にしたら随分自己主張が強いですねじゃあ009行きなさい。やった、ありがとうございます。最初な、はい、ないじゃあ刑事行くか。刑事はね、ちょっと決まってないじゃあ俺が刑事行くよ、うん、見事俺たちが全部ミッションクリアしたら、うん、メーカーさんからこんな乳銀さんより花のケージオリジナルゴルフセットをプレゼントいたします。また番組からパチオーデンオリジナルカチタルくん T シャツ、さらに豪華温泉ペア宿泊券のプレゼントもありますので、最後までお見逃しなく。豪華プレゼントがありますから、はい、さあ今週は大変だよ、うん、我々の引きの強さを見せてやるぜ。よっしゃということで、今回はゴールデンウィーク特別企画パチオーミッション。各自2万ポイントを所持し、ホールに設置してある乳銀の台、新花のケージ009、大奥、それぞれの台で大当たりを出すこと、これが今回のミッションである。パチオーデンメンバー諸君、頑張ってくれたまえ。とりあえず、大奥が1台しか空いてないんで、はい、あ、1台はもうドラゴンに任せよう。はい、もう引きが強いね、ドラゴンさんに任せましょうかね。で、一番心配なのが誰？じゃあパチオだよ。あ、パチオ一番心配なのはパチオだから、うん、とりあえず3人で009をちゃっちゃと片付けて、はい、で、ちょっとパチオのところに行きつつ、オークが空いたら誰かが助っ人に行く。そうですね、こういう作戦で行こう。はい、ね、頑張ります。誰かが当たればいい。誰かが当たればいい。ミッション、花のケージでもうね、710以上回っているので、これおそらくね、まさか1000まで行くことはないと思うから、まずはこれ当てましょう。当てるよ。オークってスペックが2種類あるんですよ。299分の1と、で今回僕299分の1だと思ったらね、これ239分の1の方だって、これだから当たるというだけだったら余裕でしょ。さらに300分の1だって、まあ当たるだろうなっていう感じもねしますからね。239だったら当たるでしょうね。
だから下手したら009より早いんじゃないね。ちょっと一番最初に当てるのを目指します。わわわ、赤堀、赤堀が来た。誰これ誰、どうだった。まあね、俺もう009壁にって言われるぐらいで、もう大体どうなったらどうなるって大体わかるから。赤堀行ったよ。いやこれ本当に言いますけど、はい、かなり暑いです。マジですか。はい、本当に暑いです。これ手を止めてみましょうか。しっかり見ましょうか。もうここまで来たらですね、もう大当たりカウントダウンです。マジですか。本当に。え、マジで。いや、まだ今打ち出して5分経ってないよ。本当に。金まで行きましたよ、金まで。でも赤堀のまんま。まあここでまずは、まあ段取りよく、はい、009まで行きまして、今パーフェクトです。パーフェクト。いける、いける。ちょっと、まあ、いや、当たります。あ、これ当たります。いけない、まあ、もう当たりって書いてある。はい、今、今、今、はい、どうぞ。はい、おめでとうございます。でかした。あ、いたありがとうございます。5分で当てられたら大したもんだな、これ。ありがとうございます。やりましたよ。もう一回惜しかったな。来てる。特別企画パチオミッション、壁に挑むミュウの2人がドラゴンの助っ人に大奥へ。しかし座って5回転で、赤堀です。嘘や、赤堀です。本当や。ちょっと待てよ。いや今ね、今パチオがケイジを当てたって言って、はい、一番ダメ。レインボーパチンコって楽しいですね。いや嘘や。当たったや。いやいや、ま、あれ当たったよ。当たりました。当たりました。いやいや、まあ、待て、最初から打ってた俺は何なんだ。しかも激アツ出てるし、激アツ出てるよ。ミユが5回転で当てた。多く5回転。何やねんこれ。当たりました。激アツだよって言ってるって何で動いちゃったの。何やねんこれ。嘘でしょ。外れた。はっきり言って電気当たっちゃったんだよ。このミッションえらい簡単すぎるから、当たってないのがあと壁にいいとドラゴン変更します。いや壁にいいとドラゴン、つまり全員が当たらなければこのミッションは達成しません。なんとここでパチオからのミッション変更。果たして壁にとドラゴンに大当たりは出るのか。
雨だったら暑いな。ほら、ほら、そうだろ。7だもん。さっき外した。あっさりしてるね、終わり方がね。超絆。超絆です。ここはね、あれやれ。俺と君の超絆をちょっとそうですね、ここで確かめましょうかね。頼むよ。はい、頑張ります。ゼロゼロない、さっきあのあ、これ外れです。やばい、やばい、外れいらん。うわ、やばい、マジやばい。こんなことあるんだね。これがいけるでしょ、ね、激アツ演出だからね。そうでしょ、嘘でしょ。じゃあマジこれ、これ初の赤保留。初めての。あ、天使天使。どいやあ、ゴー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 。7リーチ、7リーチ。吐いた。やばっ、最高です。当たらんわけなかろうもん。これで当たらんわけなかろうもん。当たりますから。ナナリーズだね。男なんだ。おっしゃー、やったー、やったー。ご心配おかけしました。ご声援ありがとうございます。ありがとうございます。ユミさんありがとうございます。すごい感じました。はい、皆様ありがとうございます。終わりました。ミュー5連チャンしました。5連チャン。これがラストチャンスだと思う。あぶねえ。見て見て見て、これだけなの。よう緑保留から行ったね今ね。まあ一応ミッションは達成だよね、これでね。あー、よかった、心配なくて。結果発表。いや、大変なことが起きました。いや、大きすぎや。というか、このパチオーデンの我々チーム力っていうのは、まあ、そこ知れぬことだなと、改めて私は感じました。ディレクターが言いに来てたのよ。ドラゴン4回目の赤堀を外しましたとか。そうなの。4回目の赤堀プラス激アツ全部。全部外れ。で、最後、あ、これ当たんないだろうなと思ったら緑保留でそのまま当たった。俺なんか一回も緑保留から一回もかからん、変わらんでね。そうそうそう、最後の一回だけが赤保留になって、それで当たって、うん、今ラッシュで2万発超えです。みんなもうとにかくミッションクリアしちゃったもんだから、はい、冒頭に申し上げました、うん、大プレゼント、うん、そうです、見事パチオデンメンバーがミッションをクリアしましたので、ニューギンさんより花のケージオリジナルゴルフセット、また番組からパチオーデンオリジナルカチサルくん T シャツと
アーデンホテル阿蘇のペア宿泊券を全てセットにして1名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、連絡先、番組の感想などお書き添いの上、今回のキーワードも忘れずに書いてご覧の宛先までご応募ください。プレゼントは1個だけど、温泉ペアですよ。ペアですよ。だからあとはキーワードが問題なんだ今日は。キーワードはゴールデンウィーク。それ普通やね。まあまあそうなんですか。そうなんですよ。わかりやすい。いや、っぱ王様が言うことだからいいですよ。いいですよ。もうゴールデンウィーク、ゴールデンウィークで。ゴールデンウィークと書いて、どしどしご応募ください。はい、ね、さあ、でも、なんか今日俺、個人的にですけど、楽しかった。まあ、遊銀さんって、当たった時のあの、キャインキャインというなんか、ブレ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 とか、いろんなのあるじゃねえか。ありますね。あれで、あの、なんかほら、あの、星マークが出たら遊銀さんの熱いとかさ、あったやな。あれはなんか見れた？俺はね、なんか虎柄が見えたもん。あ、刑事だね。刑事。なんかそういったものを見たら嬉しくない？嬉しいです。さて、ゴールデンウィークたくさんの方がいらっしゃる。その中でやっぱり寝台情報がね、はい、気になる、はい、なんか入ってるのか。とですね、パチンコは地獄少女2、出たーと、あとシアル吉宗の方が出る、はい、出ます、ね、この地獄少女これは得意なやつだよね。はいはい、どうぞ、ね、どうぞどうぞ、うん、一遍死んでみる、うん怖いね。じゃあまあ今回、はい、ゴールデンウィークでいっぱい台がありましたね。はい。いろんな、まあ、とにかく新しい台、うん、いろいろありましたけども、はい、まあこういう日でも狙い目ってあるんだよね。そうです、うん。こういう日でも設置台数の多い機種をぜひ お近くのホールで。お試しください。日本語慣れてないですか。番組のホームページでは私たちのブログや動画を見ることができます。ぜひアクセスしてください。まあ、ということで今週はもうミッション軽くクリアしてしまった。本当ね、我々素晴らしい、ね、すごいな、はい、ミッション関係やめましょう。胃が痛くない、うん、取り残された方がね。そうなのよ、うん、一抜けしてる、ね、二抜けしてる人たちはいいですよ、はい、うん、ごめんね、危ないよ、危ないよ、うん、でもその危ないところで当たるというのはやっぱドラゴンさすがね、うん、いや そこ褒められてもですね。駐車場でのロケは雨が降る前にやめましょう。今週はこの辺で、はい、おやすみなさい、はい、おやすみなさい。